ゴーミス京香です。ダッツです。ジュンです。はい、なんとなんとニコニコしちゃう、ニヤニヤしちゃう、ニヤニヤ一番に飛ばしました。置いといて、最後にいいご報告があるので、最後までちゃんと聞いてもらいましょう。はい、その他に4つちょっと報告があります。はい、まず1、1万人を突破したのをきっかけと、今後を一緒にミステリアを盛り上げてくれてる新メンバーが加入しました。はい、動画の編集であったり、カメラマンの機材であったり、まあ雑務、まあもうその辺とかも含めた上で、スポンサーとしてメンバーの陣になりました。はい。よろしくお願いします。まあね、そのね、メンバーのが名前は誰かというのは、その辺はまあ後々わかると思う。その2、その2、その2、8月13日に行われる交流会について、交流会最初人数が多かったら抽選でって言ってたんですけど、抽選なんてやってられねえと、全員来ちゃえと、来ちゃえ来ちゃえということで、全員来れることになりました。はい、ありがとうございます。もうね、はい、もうね、やっぱり来れないっていう人たちの気持ちを考えると抽選できなかったの、やっぱり心がね、もう痛すぎちゃうよね。聞く人が特に聞いたやつが、そう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 、マジで今までとか全部来てくれた子とかもいるし、うん、新しくこれから来たいっていう子もいる人たちもいるから、うん、やっぱりそこを選ぶっていうのはなかなか、やっぱりいくら抽選といえど今後さ、やっぱずっと応援してくれるかもしれないわけじゃん。それの中でやっぱり交流は持ちたいなと思い、やっぱり全員ただ呼ぶにあたって人数が多すぎてメンバーが全員で多分把握できない、一人一人に配慮できなくて一人になっちゃう時とか、うん、そういう時ね、出ちゃうと思うんだよね。そう、手が回らない時はね、そういう時は自分からメンバーに話しかけてきたり、あとはそれ覚悟で楽しんでほしい。50人以上いるんだけど、こんなに集まった中で交流するってめったにないと思うんだよね。普段は SNS だけでの絡みの人たちが実際にこうやって会って話をしたり写真を撮ったり、ミステリアのいいところってファン同士でもすごく仲良くて、そうだよね、そういう人たちの交流にもなるから、うん、今後に繋がるのかな。それを決めた上で全員来てください。お家の話ですね、混んでたり事故とかそういうのも世話しないので、うん、気をつけてお越しください。はい、待ってます。待ってます。待ってます。その3、そう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 、インスタ、TikTok、YouTube で1万人いってるんですけど、インスタであったり、TikTok であったり、そのフォローがちょっと全然違うんです。誤差が、誤差が。もしよければ、TikTok、インスタ、フォローお願いします。お願いします。概要欄に貼っておくので、ぜひ、フォローお願いします。メンバーのね、フォローね、よろしく。お願いします。それ4、4、4。ミステリアでやってほしい企画だったり、リールを募集します。ちょっとやっぱりね、考えるのがね、大変大変というのと、純粋にこういうの見たいっていうのを聞きたい。そうだね、視聴者さんの目線の意見がやっぱ欲しい。できるかできないかは分かります。できる努力はさせてください。はい、挑戦をします。プラスメンバーへの思いを込めてください。例えば立つでもいいし、熱い思いをコメントにください。そのコメントで印象に残ったコメント、メンバーの本人からコメントさせます。はい、やっぱこれは熱いコメントだなって思ったものにはやっぱりね、メンバーを返したくなるんで、これ誰に書こうか、私も書こう、宮田くるかと思って、あの人とかに書こうか自分がっていう感じなんで、ぜひぜひコメントにたくさんお願いします。お願いします。最後にお待たせしました、プレゼント寄稿します。イエーイ。一番最初から目玉いっちゃおうね。いいんですか。今回全部で8名様、なぜ8名かというと、ひね広がり、今後もいろんな人たちに繋がってほしいなという意味を込めまして、意味をね、そう、意味をもらいにしたいなと、うん、ということで8名、その中で一番の目玉、はい、バレーボールをプレゼントします。はい、バレーボール集団なんて一番高いものをバレーボールとしてプレゼントします。2番目、メンバー全員とは言いませんけど、よく来るメンバーのサインの入った色紙、はい、をプレゼントします。3番目、ミステリアの T シャツ、これです、これです、を3名様にプレゼントします。着てほしいしさ、これを欲しいっていう人が意外といるんですよ。いや、いるって欲しいもんまだね、意外と欲しい、じゃあ応募する、応募しますよ、応募します、ごめんなさい、お待ちしてます最後にこれは感謝を込めて Amazon ギフト、うん、1500円分を3名様、3名様、何買おうかな、当たる気満々です。
応募方法は概要欄にリンクを貼ってありますので、ここで応募してください。ちゃんとインスタであったり TikTok であったりフォローしてるかは確認いたします、はい、そこはちょっとズルできないです。条件をポンプしてる人確認でき次第抽選しましょう。はい、で期日なんですが4月末が締め切りとさせていただきます。はい、なのでどしどし応募してください。はい、お待ちしてます。お早めにね。あと2週間忘れちゃうからね。明日やろう。まだ明日ね、電話にするんです。言います、うん、以上をもちまして報告とともに発表を終わりにします。と、もう一つ、スポンサー様をまだまだ募集しております。はい、まだ駆け出しで1万人ですけど、右肩上がりで頑張っております。まだまだこれから頑張って、どんどん、まあ、目標ね、10万人目指したいなと思ってますので、メンバーみんな仕事してます。なかなかちょっと時間を割いてやる時間が少ないんですけども、そこをプライベートを削ってまでちょっと頑張ってるんで、協力していただけるスポンサー様、企業様、はい、個人スポンサー様、よろしくお願いします。お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。バーイ。